サー・ジョージ・フレデリック・ジョンソンは、イギリス陸軍の軍人。第二次世界大戦に従軍し、戦後はいくつかの養殖を務めた。最終階級は少々。サンドハースト王立陸軍大学を卒業後、少位に任官されて1925年に、このエスコットランド連隊に入隊。1939年に、ロンドン管区の参謀となる。第二次大戦初戦には、 このエスコットランド連隊第3大隊の大隊長として従軍。続いてこの絵第201自動車旅団長となったが、1942年に北アフリカでの西方砂漠戦の最中にイタリア軍の捕虜となる。イタリアに移送されたが、翌1943年に脱走に成功。その後はこの絵第32旅団の指揮を取り、西部戦線で戦った。 1947年にチューパレスチナの第一独立旅団軍指機関となる。1949年にスコットランド司令部参謀長に捕食される。1953年王室師団長兼ロンドン管区総司令官となる。1957年に退役。1966年にカンバーランド州長官に任命された。1980年に死去。 イングランド北西部、カンブリア地方のブランプトン付近のキャンボージーラーナに住んだ。家族は1938年に結婚した妻アイダメアリーラムゼージョーとの間に娘一人と息子二人。ありがとうございます。